はいよ、ミニチュアバイリンマイコです。今日はなんとですね、このかっこいいバイク、はい、初めて乗ってみようかということで、野中真由美のですね、お兄ちゃんのバイクなんですね。こちらね、かっこいいですね。ほんと、またがせていただくだけのためにこの公園に持ってきてくださいました。立ち位置すら分かっていないというね。あ、そうそう、ニット帽さん、ニット帽まで被らせてもらいました。なんかすごいニット帽らしくて、見る人が見たらわかるらしいです。残念ながら私にはちんぷんかんぷんでしたけれども、非常にありがたいお話でございます。はい、ニット帽受け取って、ね、こちらを被らせてもらうんでしょうか。なんかロゴがついてるよ。そうそう、ロゴがついてて、それがちょっと見えるように被ってみようということですね。ところが、もう普段被らないので被り方がちょっと難しかったですけども、こんな感じかなみたいな、もうロゴマークど真ん中でね、はい、記念撮影をしてみましたよ。はい、そしてこの子ね、まゆみちゃんの甥っ子で、お父さんのバイクを、ね、持ってきてくれたわけですよ。でね、こうやって支えてね、どうやって乗っていいか分かんないからね、こうやって支えて乗せてくれたわけです。そして、はい、もうスカートが、あ、スカートがどうしようみたいになってね、ちょっと乗り慣れてない感がダダ漏れですけれども、はい、スカート引っ張ろう。はい、私引っ張ります。スカート引っ張り出しましょう。 OK。 それで支えてもらっているうちに、私がよっこらしょっと乗りましょうということで、本当ごめんなさいね、こうやってね支えてくれてありがとう。はい、もう大丈夫。はい、野中真由美、踏ん張ります、頑張ります。もうこの2人乗りでバイオリンを弾きたいという、ただその一心でやっております、頑張っております。はい、でヴィヴァルディの春を演奏してみました。もうすぐ春が来ますね。あ、楽しそうですね。バイクは一切動いておりません。止めたバイクにまたがっているだけの2人、はい、それでも大満足ですね。はい、ノリノリで演奏しましたよ。ありがとう、嬉しい、イエーイ。そしてもう野中真由美の足も限界なので降りよ。はい、また支えてもらいますね。はい、支えてもらいながら降ります。はい、何やってんでしょうね、私たちもね。はい、何がやりたかったのかというと、はい、バイクにまたがって引きたかっただけということでございました。お騒がせいたしました。それでも大満足な2人でございます。ありがとうって言って、はい、乗ったよ、イエーイイエーイ、楽しそうですね。ということで、ね、今日も見てくれてありがとう。チャンネル登録よろしくお願いします。また見てね。ミニチュアバイオリンマイコでした。